で、そうです多分ね。まあ今お話ししたところと結構関わりある部分で、まあ日本、海外で成功して日本に持ってくるみたいなっていうところで、じゃあこれから日本がどうやって Web3 を、普及させていくのかみたいなっていうところちょっとお話ししたいと思います。次のスライドですね。まずあれなんですけど、DAO の方が株式会社より優れてるとか、株式会社が DAO より優れてるとかが言いたいわけではなくて、組織形態ごとに、目指すべきゴールっていうものは、もちろん異なると思いますし、将来的にも多分なんか存続、共存するだろうなというふうに思ってますっていうのは前提。で、我々としてはその DAO の方を追求していきたいなというふうに思ってます。面白い。で、今こっちでおっしゃっていただいた日本での Web3 の普及の企業家サイドなので、企業家サイドとしての、難しいところは3つあって、1つ目が税制で、2つ目が税制で、3つ目も税制です。税制が非常に辛いです。なるほど。いや、もう、誰に聞いても今これで、の、そうです多ね。分、はい、今の税制が、プロジェクトとか企業家サイドに、ものすごく寄り添ったものじゃないんで、例えば、トークンがローンチしたときに、そのトークンを会社で保有しているときに、期末で課税が入る。で、例えば、今、シデンっていうのをローンチしていて、ちなみに我々今、シンガポールベースなんですけれども、シデンってものをローンチしてても、だいたいマーケットキャップが300億くらいあるんですね。で、いきなり全部のトークン配るってありえないじゃないですか。分散は大事なんですけど、分散に行くためには中央集権的にある程度進めて、最終的に分散になる必要があるので、デイワンから完全分散ってないと思うんですよ。まあ、ビットコインとかが最たるあるんですけど、今こうやってバリュークリエーションして、今からやるのは辛いと思うんですね。で、そうした点で、会社がある程度トークンをコントロールしながら、最終的にはゼロにしていくのが理想だと。で、これ完全に例なんで、シデンの場合じゃないですけど、300億円のマーケットキャップがあって、わかりやすいんで50%管理してたら、150億円会社で、150億円分のトークンを管理してるじゃないですか。で、これもちろんゼロから150億になってるんで、期末稼ぐと、この150億かける大体30%が税金なんですね。まあ、つまり、45億。45億円分の税金を日本政府に納めなくちゃいけないと。いやー、待って、みたいな。大企業でも使えない、みたいな感じなので、まあ、ここ改善しない限り、日本から世界的なプロジェクトが生まれることは、不可能に近いというふうに思いますし、海外プロジェクトが日本でやるインセンティブもないというふうに思ってます。で、アドバンテージ自体も、あまりない、今、あんまりないっていうのが現状なんですけど、クリプトのパイオニアみんな日本好きっていう。ご飯とか、東京とか、アニメとか、みんな好きっていうそうっすのは結ね。構強みですね。やっぱり、業界、3、4年前までかなりリードしてたんですけど、今こう、やっぱニューヨークのカンファレンスとか行って日本の話題とかをしてる人はほぼゼロですし、やっぱりかなりプレゼンスを失ったので、ここからグローバルで活躍する日本のプロジェクトっていうのを、我々自体がそうなるべきですし、もっともっと生み出していかないといけないなっていうのは強く焦りを感じます。了解です。ちょっとこの、話は非常にディープな話なので、もうこれだけでずっと話してもいいと思うんですけど、非常にすごい重要な部分だと思いますし、日本も、またそのリード、国としてリードするためには、こういう見直しだったりとかっていうところは、いろいろ提案していきたいですね。